ダメだよ、大きい声出したらダメ、住宅階だから。あーマンションのエントランス。今回は何ですか？今回は出産をね、控えた津田奈子に会いに来ようという企画です。いや、きっとファンの方たちもね、津田奈子の顔見たいかなと思って、わざわざね、名古屋まで来ました。最近の津田奈子はどうなっているのかですね、はい、もしかしたらワンチャン今日陣痛来るかもしれないからこれは緊急電話さないといけないですね。これを最後に時間空くかもしれないですもんね。そう、ちょっとね、そう、わかんないから、その辺は。すいません住民が110番されちゃうから警察めっちゃ多くなかった。いや、わかったね。びっくりした。なんなのあれ。じゃあ早速行ってみたいと思います。すごいね、こんなん出るんだよ、こんなん出るんじゃん。はい、じゃあ見えって気づいてくれた。まあまあ行きますよとは言ってあるから ね、 やっぱ都会って感じするね。てかこのエレベーターがこんな急にうーって上がるのもすごいわ。だって絨毯が壁にまで絨毯壁についてんじゃん、はい、見てください。番号拡散とか、そう、はい、番号拡散とか行きますよ、お願いします。早いな、早いな、出てくるの早いよ。エレベーターの音で分かるんや。あ、そういうこと。そうそうそう、すごい、絨毯貼ってあったよね。そう、エレベーターの壁に絨毯が貼ってあった。あ、ここも足でいいんだみたいな。そう、まあ入ろう。あ、入ろうか。かよこさん初です。初来たことない。ない。前回の時は佐田とね、そっか、さくらで来て。え、去年いつ？こっち越したばっかりでしょ。割と早い。うん、20万円ぐらいするさ、マット。あ、ベッドね。うん、ベッド。ちょっと見ない見ないで。確かに前回あの佐田さんと来た時、うん、なんか下着ひよって見れなかったって言ってたから。今の下着さあのお腹すっぽりタイプのさ、マタニティ用だからさ。なんか前回10年ものの下着あるとか言っとったからさあー、大きくなる。あらららららら、あらら、あらあ、出たね。うわ出たね。出たねやっぱね、最後グーンってくるね。うん、今で38周。8、もういつ生まれてもおかしくない。今日来ますね。今日だね。お邪魔します。あら、お久しぶりに。マジでノープランで来たからね。もうすぐ出産間近っていうことで、はい、入院準備ちゃんとしてるのかなって心配があって、うん、なるほどね。それのチェックをしに来たっていうのもある。なるほど。とりあえず茶でも飲みます、うん、とりあえず一回じゃあ茶でもしばこうか。いや準備するよ。いいの。今多分指だけ、指3本とか。いや、なんかもう機械。あ、機械だけ。私ね、普通に拳入れられた。この拳、最後のその何センチかっていうの、子宮口10センチで全開。さあ、じゃあ行きましょうって言われるんだけど、最初の方とか指どんだけ入るかで何センチってなってて、器具を使う場合もあるのかもしれないんだけど、私は普通に拳、刺激というか、まあ今どんな硬さかなって。38周だったらちょっとサイズ測るみたいな感じで、ちょっと柔らかくなり始めたら、あ、そろそろ生まれるねってなるし、全然硬かったら、あ、まだだわって言われる。内臓さ、ダイレクトになんかされてるみたいなもん。あ、そういう感じだ。だからケツの穴をこう、うん、グリッてやってる感じ。そうです。皆さん、あの男性の方はね、はいはい、お尻の穴に、うん、指突っ込まれるみたいな。指どころの騒ぎじゃないわよ。拳を入れられる。そういうイメージだ。もうこうこうされたと思ってください。ちょっとするでしょ。出産予定日ってもう決まってるんですか？予定日決まってる。2月20ぐらい。そうね。今日ずっと私、あのなんだっけ、産院校だっけか、陣痛が来るツボみたいなのがあって、はい、足に今日ずっとそれ連打してるね、うん、なんか子宮に刺激が与えるっていうツボですよね。そう、だからなかなか生まれなくて、私3人目予定日越したのね、うん、動いてくださいって言われて、もう動きまくって階段も上るようにして、うん、スクワットまでしてたけど、それでも生まれないから、ちょうどこの辺、くるぶしから指3本分ぐらいのとこにある、ここなんだけど、ちょっとへっこんでるとこですよね。そう、ここにツボがあるって言われて、押しまくって青たんできてたから。私それ早まったんですか？いや、わかんない。もう何しても本人が出てくる気がなければ、もうあとはね、お子さん次第なんですね。赤さん次第なんですよ。本当そうですよね。こっちの努力とか。ああ、そうなんだ。歩いてもしょうがないと。いや、まあ歩けって言われるけどね。でもなんかその頭が落ちてくるのは、うん、ある程度こういうなんていうか刺激だから歩いてってことなんじゃないですか。あー、なるほどね。こういう刺激で。あー、なんか怖い怖い、その動きも。いや、もう多分ほら、いつ生まれてもいいから、いつもよりワイルドに。むしろワイルドに。陣痛ジンクスっていっぱいあるんやけど、調べた？何それ。オロナミン C を飲むと陣痛が来るとか、焼肉を食べると陣痛が来るみたいな、うんうん、あと満月を浴びるとか。わかるわかるみたいな。いや、でも本当に満月の日出産率が上がるって本当に言われてるの。マジでホタルイカじゃん。本
当そうよ。そう考えるといいね。やっぱ動物だね。動物なんだ。うん、あとやっぱ夜に生まれるっていうのもやっぱ動物ですよね。出産は夜多いね。出産時に敵に見つかったら良くないから夜みたいな感じなんですかね。あ、どうなんかな、わかんないけど。それあると。なんかあるんじゃない。だってトイレとかも無防備で敵にやられやすいから。性行為とトイレは隠れてやるらしいです、うん、オロナミン C 飲んだ持ってくればいいっけね。オロナミン C は飲んでないですけど、もうそこですぐ買えるんじゃない。すぐ買える、うん、焼肉は食べに行きました。食べに行った。毎週食べてます。そうだ、私も早く産みたすぎて2日おきぐらいに焼肉行く。ただただ体重が増えてくだけですよね。ここまで来ると本当も早く産みたいよね。そう、あとね、先生ももういいですよって言ってる。あ、本当今2000 3000。あ、じゃあもう産めるあれば3000いってんだ。そう、だから先生も、うん、動いて、うん、もう歩いて階段登ってって言われるんですけど、私毎日2万歩歩いとるんですよ。これ2万歩以上歩けってことを、うん、もう私どうしたらいい。え、毎日何万歩、え、何キロ歩けばいいの。やばくない。2万歩はやばいよね。やばいよね。なんか私家でぐーたらしてると思われてるのかなと思って。10キロちょっと。だからやっぱアルビス見つけたんだけど、こっち来る時に。おー、北区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 バリ遠いじゃん。北区のアルビスまで行ってるんでしょ。歩いてね。やば、それはやばいわ。逆に富山県民歩けんよね。絶対歩け。いやでもこんだけ歩いても出ないし、先生もっと歩けって言うし、もっと動けって言うし、うん、私朝からどうすればいいんだろうと思って、起きた瞬間からなんかもう本当に赤さん次第、ま、動いた方がって言われるけど筋肉痛になるのよ。なるほど、ね、普段しないし、はい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 、で毎日そういうことをしてたら体ボロボロの状態で出産しなきゃいけなくなるから、もう限界。そうそう、アスリート的に限界。そうそうそう、痛いのよ足が。今日はね、子宮口に頭まだつけてないって言われて。まだですね。何つけてないって。子宮口にカチってなってからグリグリしだす。自分でこうやって赤ちゃんが。そう、だからそれが出産のスタートって言われてるんだけど。あ、なるほどね。こうしたら子宮口開いてくわけ。徐々に開いてくる時に陣痛ってものが始まると思うから、ね、だからまだその段階に来てないわけですね。そう、まああと1週間空くかもね。もう嫌だ。いやでも本当にこの最後クリーム本当サボんない方がいいよ今んとこは。まだ。いやすごい。いやでも分かんない、へっこんだら分かるから。一応ねこうやって鏡で確認する。じゃあないわ。あ、下の方、ね、そう、私はへっこんで気づいたの。ああ、ここにいっぱいシワシワがあると思って。ああ、なるほどね。言っても本当今月中だから、名古屋の人とかさ言われたりしない。やっぱ都会だから何も言われないけど、うん、富山でローソンとか言うじゃないですか、うんうん、そしたらあ、もうすぐかなとかって声かけてもらいます。あ、うん、私つーちゃんみたく出産前歩いてたら、うん、止まってる車の中から、うん、頑張れ横綱って言われたことがあって。悪口じゃん。ごちゃんですってなんかもらったんですか、お金。もらってないけど。もらいたいっすね、それやったら。私何回かプップップップってやられましたよ、名古屋で。いや歩くの遅いから。怖っ。都会の人さ、ちょっともう気持ちがね焦ってるというか、すぐクラクション鳴らしがちじゃん。手軽な感じで鳴らしてるね、みんなね。そうそうそう、プチイラッとしたらプーってやる。あ、すごいわ。髪の毛も最近切ったんですか。そう、髪の毛はね、この短いの。じゃあ動画初。短いっすよね。いや初ですね。え、いつ。1月の半ばぐらい。まあなんか暇だったから。あ、まあでも時短になるじゃん、乾かすのめっちゃ早いやろ。あ、なるほどね。やることなくてさ、暇や。やることないから美容院行く。さっき言った入院グッズの準備はもうできてるのかっていうのと、 お風呂の排水口掃除とか。どういうこと。だからなかなかできんくなるから、出産したら細かいところの掃除みたいなのが、ね、もうやっぱ行き届かなくなるから、今のうちに気になるところは掃除しとくっていう。旦那しとけよ。そんなものは。お前やな、何に洗脳されてたんだ。なんで妊婦がするみたいになってんだ。足りないもんあったら今すぐ買いに行くわ。だいぶ向こうに西松屋あったな。西松屋行くんだ。あれ犬山か。いやだいぶ遠い。犬山相当戻りますよ。でもマジでここら辺、うん、富山で定番の西松屋とか赤ちゃん本舗とか、うん、ベビーザラスとか、うん、ないんですよ。都会すぎてマジでない。百貨店に入ってんの。え、百貨店の中に、まあ、入ってるけど桁違いの値段。赤ちゃんのお世話の日用品はあんまり置いてないと思う。あ、そうね、そうね、うん、あとはなんかドラッグストアで、うん、まあまあ、そうだ、ドラッグストアのベビーコーナーでね、割と何でも揃うっちゃ揃うね、うん、結構お尻拭きとかってさ重いやん。あ、そうだね、うん、あれをさ、うん、徒歩圏内ですこうやって帰ってくるってさ、まあまあ無理よ。これって宅配どうなる？宅配ボックス下の。ボックスあるけど、そのサイズはないかな。3900g は本当に辛かったから。あ、3900やったの。次男が1人目が 3100g、うん、で、2人目が 3900、 3人目が 3500 ぐらいかな。あ、でも基本的にはやっぱ金子さんって3000余裕で超えてくるんですね。
最近はちっちゃいですよね。あの昔は大きかったけど、そんな昔でもないやん、うん、そうだね、産んだの平成ね。私4300で生まれたんですよね。 その時代です、多いんだよ、うん、でも今って3000個したらその出産が大変だからもう大丈夫だよっていうのが2800だっけ、2500から下が未熟児だから2900ぐらいがもうベストみたいな感じで産ませようとする、うん、そうですね、ちっちゃく産んで大きく育てるみたいなのが主流になってきてるから、うんうん、3900の時はみんな新生児室に並んでたんだけど、うん、一人大きさ違ったもん。そうだろう、ね、し髪の毛も一人だけふさふさだしあれみたいな、疲れちゃった、お腹でかいの毎日まだかって思いながらね、うん、そうそうそう、まあそうなんですね、うん、急に出産前やとテンションおかしくなる、マタニティハイってやつ、まあ、これが、はい、というわけで、はい、見ていきましょう、はい、ベビーグッズ、はい、まずですね、まだまだお尻がひんやりしない補助便座、だいぶ後こういうの気にしないから、片っ端から必要なものが必要、そうですね、でもいいね、捨てれるもん、トイレもう終わったなと思ったらバラバラガマギって押って、そうです、ね、捨てれるっていうのはいい、ね、これはいいですね、しかもこれね軽いのよ、いいねいいね、これ良くない？こちらです。歯固め、ハムハムしましょう。ハムハムしますね。歯がね、入る前とか歯茎が痒くなるので、もぞもぞそう、ね、こうやってね。哺乳瓶、あ、ミッフィーちゃん可愛いじゃん。ミッフィー。乳首、ここの大きさが変わります。あ、これ0歳。で、これはね、耐熱ガラス製ということで。なるほど、ね、なるほど。うんうん。これはお出かけ用だよ。あ、ごめんごめん、もう一個あったわ。3ヶ月のやつはね、量もいっぱい入るからね。なんか病院でももらえるらしくて、めっちゃ哺乳瓶やってる。でもまあ哺乳瓶は何本あってもいいですから。あ、そう。なんでかっていうと、最初の頃って量いっぱい飲めないから少ない量を何回も洗って消毒してで追いつかなくなる、ならいいか、これもだいぶ後だね、マグでも7ヶ月って言ったらさ今年だよ、こっちの方が先に使うかも、家庭で家で使うやつ、ね、かわいいね、6ヶ月7ヶ月ぐらいからお茶を飲む練習が始まるのよ、でも6ヶ月頃って言ったらさ夏やん、うん、そんな早く、麦茶も大人のじゃなくて赤ちゃん用の麦茶みたいな、リッチェル、ミッフィーちゃんすごいいっぱいある、そうだ、ミッフィーいっぱいあった、可愛い、めっちゃ可愛くない、お前や、これはお風呂で使うやつだ、これはいいね、11年連続受賞してるから、これなんかめちゃ可愛くない、背もたれ起こせるから座ったまんまもいけるし、うん、赤ちゃんのこの寝た状態でもいけるってことだね、なんかさ風呂の中でも使えるし普通に椅子として使えるらしい、あ、お、今度スヌーピーだ、これは、まあ、1歳半からってさらにさらにいつか使うからさ、スマートマグ、ね、あとはですねこれですね、ベビーキッカーこんなも入ってんの、だってさ富山でさ移動するときはさ必要じゃん、ごっくんスプーンですね、はいはい、これは説明させてもらってもいい、うん、何何、ここの深さがね浅いのよ、口唇の発達にめっちゃいいっていうやつ、現代の子供って股間口が多いって言われとって、股間だから常に開いちゃって、まあ、私は割と開いてるけど、離乳食グッズ関連なんだけど、いっぱい作って冷凍してね、食べさせるときに解凍して、離乳食なんて最初さ、ほんと こんなもんじゃ食べんの、それでもね、作るからさ、だからそれをもう一気に作って一気に冷凍させる、そう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 、洗い流してお尻すっきり、あ、いいですねこれ、私あのペットボトルのさ蓋に霧で穴開けてシャーみたいな、そうそうそう、ちゃんとグッズがあるやっぱあるんですね、こういうのある、ごめんなさい自作してましたでもいや原理一緒、結局固形物食べてないんでね、お尻にべったりつくので、赤ちゃんのねお肌ってすっごいデリケートだから、うん、服よりも洗い流して優しく拭いてあげる方が、で特に女の子は本当に大変、膣に入っちゃう、うん、あ、そういうことか、それでバイ菌入って膣炎とか起こしちゃう、そういうことか、これで上からまず洗い落とす、なるほどね、拭く時にこう拭けって言われるんだけど、うん、こう拭きたくなるじゃん、あ、わかる、男だったからさ、こう拭いたって、こう拭いたって何でもよかったんだけど、決まってるんでしたっけ、女、あ、女の子なんですね、え、だって見なさいこのピンクとかミッフィーちゃんとかいやいやでも可愛いの、今ジェンダーレスだから、うるさいな、まあでもね男でもこれ使える、いやそうですね、まあ、男の子でもなんか全然いい気しますけど、でこれが哺乳瓶レンジスチーム消毒パック、あ、なるほど、これは持ち歩きできるぐらい軽い、であとはこれです、角っことかね、まあちょっと歩き出したらクッションで守るっていう、ね、なんかあんま角なさそうですけどね、そう、まだやね、あれ丸いね、丸いねここのカウンターも丸いし、このテーブルもまん丸だし、椅子も丸いし、丸いし、うん、そして最後、あら最後まだそれね、これは絶対欲しかった、ミッフィーバウンシングシートおもちゃ付き G、ぼよよおもちゃ付き G、いやバウンサーですよね、はいはい、いや便利だよこれ、これね足でこうガコガコしてるからね、ご飯食べれるからね、しかもまたミッフィーちゃんで可愛いよ、ミッフィーな、え、あ、いいの、
普通だったこれは金具です、めっちゃ可愛くない。あーやっぱいいねこの色ね。あー可愛い。これ見て見て、すごい組み立てると場所取ったからやめとく。もう組み立てる、見て準備できたんやと、めっちゃ可愛くない。え、待ってこれは首座ってからだ。あ、一応ね、生後1ヶ月からなんで。すぐよ、すぐよ。組み立て方がいいね、可愛いのは分かったから可愛い。生後1ヶ月だったらここじゃなくてもっと天井ずっと見てる。頂点合ってないからね。そうそうそう、これなんかあの家庭によっていろいろさ、腹ペコ青虫だったりプーさんだったりキャラ違うけど、あるあるある、しまじろう派とか、ね、あるね。ディズニーもおるしね。こんなほっこりする商品紹介これしかないぞ。あーちっちゃ、ちっちゃ、ちっちゃ。ほらラルフローレン、おしゃれおしゃれしあ、違う、ヘアバンだ。あ、はいはいはい、引っかいちゃうのよ、ね、あー、そうだそうだ、で、血ね、なんか出ちゃうんですよ。こうするよね。何洗いって言うんだっけ、新生児の肌着一回洗うこと。なんかあるっすね。世界で一番幸せな洗濯って呼ばれてんのよ。湯通しじゃなくて湯通し、湯通しって言ったもう洗ったんですね。洗ったのね、洗った、はいはい、これも大事だけど、出産準備。でも出産準備に関してはさ、産んで都合悪いなって思っても自分の責任だからさ、適当でいいやと。あれでも助産師さんとかに怒られるよ、あれがないこれがないっつって。病院でそういうセットがあって、あるあるある、うん、セットをね申し込んだ。あ、ならいいや。あ、そうなんだ。産熟症とか、あ、そう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 、チチボーンってやる、うんうん、授乳ブラな、骨盤ベルト、いっぱい買いました。全力で締めようと思って。いやもうほんと産んだ直後から勝負だから、ね、いや知ってる知ってる。ちなみにね、全個室です。あ、すごいじゃん。個室が標準装備、うん、うん、面会って結構厳しめ、はいはい、立ち会いもそう、旦那さんだけ、うん、はいはい、土地柄なんかも分かんないけど、うん、旦那かどうかの中身の証みたいな戸籍見せるしかなくなったって締めます。それと懐かしくなってやりたがるんや、がんじがらめにして骨盤グーってやる。産後パーフェクトセットって名前やってる。すごいね、すごいね、全部中山筋肉みたいな。パーフェクト、これプラス病院のはもう一個あるから、はい、パーフェクト、産んだ瞬間にこちらで履かせますって言われた。ベビーベッドとかもあるんですか。ベビーベッドであんまり寝かせなかった、ただの荷物置きになってたなと思って。あー、そうなんだ。なんか私の友達もね、買わなくてよかったって言ってた。必要だなと思ったらね、はいはい、場所取るからさ、ベビーベッドは。まあそうですね。抱っこ紐はまだ買ってなくて、名古屋市からブックみたいなのあって、うん、交換しようかなって。うんうん、いいじゃんいいじゃん。じゃあ後から買えないわけじゃないから、そうなんだよね、とりあえず産むこと考えようと思ってもういいって、うん、もういいって出産間近になると要は頭がハマるとあんま動かんくなるから、そうだから、動いてるから私もうハマってねえなって思ってそうなんか、しかも回転しながら出てくるらしいよ。そうだ、トルネード、ね、そうだ、トルネード、トルネードしながら出るらしい。ジャイロ回転みたいになるわけで、ね、男性の正面と同じ。そうなんや。いや、そうだから飛び散らないんですよ、男性のおしっこって。飛び散っとるよけどいや、それあの後羽でしょ。後羽、あ、そうだから先っぽなんかね、こんなんなってですよ。男性がおちっこするとこ見たことないから。そうなんや。まあ、ぜひ見てください見てくださいジャイロ回転よく見たりしてる。あとはあ、ね、あ、はいはいはい、これもらったの。サンリオの仲間にさ、ドンキの、あ、じゃあドンキで買ったからじゃない。そう、ドンキで買ったやつ。あとね、赤ちゃん本舗の厚手のお尻拭きがいいって言ってこれもらった。あとめっちゃ気が早いけどさ、私の高校の友達からさ、おむつもらった。え、でもこれ S サイズだからさ、生後1ヶ月ぐらいからどうかなって感じ。でもなんかこれ見たことないから結構いいやつじゃない。これが高かったけど一番良かったって言ってこれ買った。あ、くれた、はいはい、お祝いに。薬局行くと分かるけど、うん、結構差があったりする。いやー、そうですね。成長するとパンツ型になるのね、うん、動くとね。ムーニーが一番手でちぎりやすい。パンってできる。へえ。でも丈夫なんだよ、伸びたりとか。え、ムーニーが一番高いんでしたっけ。よく分かんない、私は。グーグーイーグーイーね。あれ、アンパンマンなんやったっけ。元気みたいな。そう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 、うん、あるあるある。まあだからそれもいろいろ試してみて、ね、そう、試してみて。まあそんな感じですね、はい、なるほど、はい、いやでもこう言ってる間にもだよ、今日はちょっと実は来なさそう今日はもう来ないんですか。もしかしたら明日とかかもしれないし。いや、そうですね。この後じゃあなんか夕食みたいな感じで、津田奈由子さようならみたいな感じさようならはダメだね動画最後みたいな感じ。ラスト、ありがとう津田奈由子、うん、産んだらさ、ニュー津田奈由子になるわけよ。やっぱり最終回、最終回でいい、うん、このタイトル。え、なんかさ、ありがとう、津ちゃんが出産頑張れるような力つくもんがいいな。なんだろう、うなぎ、うなぎ。もうベトコン食ってないんすか。前、佐田さんと行った時結構やっぱ衝撃的でしたけど。ベトコン、うん、ニンニクの量、ニンニクすごいなと思って。え、だって多分次の日あっ
ったんかな、サダちゃんにあったんかな、地獄のように、うん、俺じゃないと思う、まだ臭かったもん。いやそうそうそう、で車の中めっちゃ臭かった、マジでびっくりした。だって岐阜タンメンですらねちょっと臭かったりするもんね、 あのレベルで、うん、何でもあるんで。ちなみにうなぎか焼肉か精のつくものを食べたいと思います。もう諦めていきます。半分以上インバウンド。あ、そうなんや、海外の方なんや。おいおい、かなりダメやわ。じゃあ行きますか、うん、やば、超有名店だね、すごいね。予約するっていう文化ないから ね、文化がないんですよ。いやでもマジでこんなにもインバウンドにひつまぶしが人気なんだっていうのが衝撃。あ、そう、日本人じゃなかったっすね、ほとんどね。調べたけどひつまぶしのお店めちゃめちゃいっぱいある。あ、そうなん、うん、じゃあいいかもね。多分当たり外れがありそうな予感はする。やっぱこんだけ店舗あると ね、間違いない有名店のね、厚田ホラゲに行ってみたかったけど、うん、そうだね、ちょっと心折れたわ、うん、人が多すぎて。ちょっと写真撮りたいみたいなところもあるし行きましたか、あるよね。あれはもうね、食べるのもう9時コース。今日の目標、日付変わる前に帰るだから。いやでもまだイルミネーションしてて綺麗っすね。人もいっぱいいるからいい。こんな上までイルミネーションなかなかしないもんね。しないしない、あの途中でちょっと終わってる。電球の数の問題。そうそう、あ、これスクランブル交差点じゃないですか。これが本当の、うん、妊婦歩くん早いんすよ。歩き慣れてる。そうそうそう、染まったんすか。早しないとさ、帰れなくなるなんかいろんなおしゃれなお店いっぱいあって目移りするわ。あ、ひつまぶし、あ、本当だ、あるやん。あ、なんか良さそうじゃない。あんな階段早く降りるんだ。もう今すぐにでも産みたいから、こんだけ。あ、わざと、そう、タッ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 タしてるけど、タッ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 タ、人間味って書いてあるよ。嘘でしょ。いや、うまそう。いや、これめちゃくちゃうまそうです。そうですよ。はい、次。いや、まだあるから、ね、都会のいいところはさ、1個ダメでも他に候補があるのがいいよ。どうしても食べたいし、うん、食べさせたい。名古屋飯の頂点を食すって書いてあるの。おー、すごいね。すご、全部当ててみよう。なになになに、のり、のりでそんなんなんの。おー、すげーな、やっぱり栄養をつけてもらわんといけん。あ、いいね、いいね、いいね。すごいな。おー、うん、はい、ということでうなぎを食べました。あー、大満足だー。これで私は頑張って富山に今から帰れるし、うん、うなじはね、頑張って出産できるね。やっぱうなぎ食べたらうなじょ強いんよ。やっぱうなだし、うなじょだからなんだ。で、原担ぎみたいなものでうなぎ食べたかったからね。そういうこと。ということで出産頑張ってください。あらす。動画にはもう1年ぐらい出られないですか。最終回。まあまあまあ、そこはね、ちょっと産後はね、いけそうならば。いけるいける。ポンポンスポポン。うなぎのパワーやばい。ポンポン。酒飲んだみたいな天使だよ。マタニティハイです、これが。これが、はい、また。出産って確かに大変かもしれないけど、うん、病気じゃないし、はい、終わりがある。イベントごととして楽しいんだよ。そう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 。うん、私イベント好きだからさ。そう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 。イベント女だから、ね。イベント女だからさ。うん。ツイートしますだ。うん。来たぜ。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、メンバーシップ、6万シェフレーありがとうございました。最終回、みんな安心して、数ヶ月後には戻ってくるからね。じゃ、熱いこの気持ち、ダーリン、ダーリン、二人だけの